食は天下の回り物、まず握ります。犬千代様、刑事、松目が特製の幕の内弁当、さあ、たんと召し上がれ。今日もうまそうだな。松、早速いただくぞ。悪い、松姉ちゃん、ちょいと用事があってさ。説教なら昨日聞いたし、明日もまた聞くからさ。待ちなさい、こら刑事。まったく、刑事には未だ前田家の当主たる自覚が足りませぬ。まあ、そのうち分かる時も来るだろう。さあ、腹もいっぱい、出陣だぞ。まず、やりおくれ。はい、犬千代様。前田の家と加賀の民を守るため、松目もこの薙刀存分に振るいましょう。刑事、いつまで経ってもフラフラと、あなたには当主としての心構えが足りません。だから悪かったって。ところで松姉ちゃん、あのさ、足利義輝ってどう思う？足利様？そうですね、日の本を滑る責任を放り投げ、いたずらに国を乱すなど、上に立つ者としては未熟なお方かと。厳しいね。でもさ、刑事、前田家当主としてあのようになってはいけませんよ。うん、わかった、肝に銘じとく。じゃあ先に行くよ。なんだ刑事、今日はやけに聞き分けがいいな。犬千代様、刑事は何か隠し事をしているのでは？まさか刑事。まず、今日も刑事はこそこそ出かけていったぞ。追ってみるか。犬千代様、その必要はありませぬ。きっと刑事にもいい人ができたのですよ。刑事にいい人が？それはなおさら追わねば。なりませぬ。時が来ればおのずと話してくれるでしょう。刑事も良き奥方を迎えればきっと変われるはずです。そうだな、松の言う通りだ。しかし前田家のため、この松目がその方を見極めれば、お人柄、知恵に度量に武芸の腕、料理に、それとそうだな。刑事、道は険しいぞ。トシ、松姉ちゃん、二人に会ってほしい奴がいてさ。ついに来たぞ、松。犬千代様、真の像が太鼓のごとくでございますれば。それで刑事、その方のお名前は？その足利が義輝。まあ将軍さんなんだけど。なんと、私たちはてっきり刑事にいい人ができたのかと。なんだ、それがしらの勘違いか。いや、分かってくれよ松姉ちゃん。あいつ、なんていうか、放っておけないやつなんだよ。刑事、あなたという人は本当に。分かりました、足利様には前田家としてご挨拶をせねばなりませんね。その時は松目がとっておきの夕餉を振る舞いましょう。刑事、あなたの大切なお友達なのでしょ。ありがとう松姉ちゃん。義輝に夕餉を振る舞うって話、あいつ喜んでたよ。ほら、松姉ちゃん宛ての手紙も預かってきた。それはそれは、拝見いたしましょう。その方の料理の腕、日の本随一と聞いている。その技量をもって余が主催する御膳試食試合に臨め。御膳試食試合？刑事、松目は足利様に夕餉をとお伝えしたはずですが。いや、やっぱ将軍だからなのか、いちいち大げさなとこがあってさ。
その方の味が乱世の心を癒すのか、はたまたたぎらすか、これぞまさに究極の献立よ。ハッ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 。うん、そうだな、余も参加者を募っておこう。まさに食の乱世の訪れよ。楽しみに待っておれ。しかしこれで引き下がるは前田の名が廃ります。午前試食試合、いざお受けいたしましょう。松根ちゃん、午前試食試合の参加者たちから手紙が。さすが将軍主催だ、たくさん届いてるぞ。どれどれ。見たこともねえ魚がかかりやがった。腕が鳴るぜ。超サラサラ濃厚玄米茶漬け、期待していたまえよ。俺の畑に一切の妥協はねえ、旬の力を見せてやる。いいねいいね、盛り上がってきましたよっと。戦国美食会会長としては最後まで負けられないね。至強の献立をたっぷりマグマグ味わってもらうよ。こいつは松姉ちゃんの究極の献立に強敵現るか。これはまさに天下をかけた味勝負。大げさな。料理は料理、特別なことは必要ありません。でも松姉ちゃん。さあさあ、料理ばかりではお家は守れませぬ。犬千代様、刑事、次の土地へ参りますよ。松姉ちゃん、のんびりしてる場合かよ。もうじき午前食試合なんだぜ。のんびりなどしてはいませんよ。炊事に洗濯、屋敷の掃除、武家の女は忙しいのです。待つ、腹が減ったぞ。はい、犬千代様、ただいま。もう都市の飯なんていいからさ。さあしっかり召し上がってくださいませ。うまい、うまいぞ。松の飯を食うために生き返るようだ。まあ犬千代様ったら。そんなんで大丈夫かよ。きっと最後の相手はあいつ、司教の献立。もう負けちまっても知らないからな。熱き魂のたぎりを感じる。美味である。これはどうしたことか。松姉ちゃん、おいしすぎる。だろだろ。小早川殿はご自身のためだけに鍋を作っておられるのでは。松目の料理は家のため、犬千代様のため。これはまさしく家を守り国を救う母の味よ。この味で日の本の民の胃袋存分に満たしてみせ。どっしゃー、やったな松、すごいじゃないか。満たされていくよ。もったいなきお言葉ですが。どうした。この松目が広める必要はありませぬ。誰しもが己が家のために腕を振るえば、そこに生まれるものこそが母の味でござりますれば。この検定一本取られたわ。
何をする。ただの弁当ではない。愛情弁当なのだ。刑事、ご友人を重んじるその考えも結構ですが、いい加減、良い奥方を迎えることも考えねばなりませんよ。参ったね。これ新手の説教だ。まず、大変だ。お市様から密書が。まあ、お市様から。一体何事でございましょう。利家様、松様、急ぎお願いしたきこと、長政様の姉様にどうかお嫁の先を。それがしらに兵国殿の見合い相手を。そうだ、刑事はどうだろう。待つ犬千代様、それは明暗にございますれば。いざ松目が兵国殿を見極めさせていただきましょう。ちょっと、トシ、松姉ちゃん。結局、刑事のお相手は見つからずじまい。あのお調子者さんには男を尻に敷くくらいのじゃじゃ馬がお似合いじゃないかしら。あなたみたいな。あらあら。それなら、井伊家の直虎殿はどうだろうか。女だてらに井伊家を治めるあの女傑か。どうかな、松。あなたと同じ強い女ね。あ、姉上、今日はきっと酔っ払っているのでしょう。帰るぞ、姉上。直虎殿、兵法にもあるでしょ。力任せに攻めるだけではいけませぬよ。食べていただく相手を思い、こう優しく包み込むように。兵法と同じか。松殿の例えは分かりやすい。さあ、たんと召し上がれ。トシ、食っていいよ。刑事。わかった、食べる。食べればいいんだろ。うまい、すげえうまいよ。刑事、それがしにも。いやだ、俺が全部して。まで邪魔をするか。まあ、将たる者、兵糧の世話からできて当然だ。直虎殿、よくできましたね。